始まりました。せーの、ワジマくん。今回は来ましたね、ついに、はい、ついに来ました。本日です。モンスターデデン、冬月モンスターです。はい、ガオ。知らない人もいると思いますが、冬月モンスターはレベルが違います。冬月店舗の、選ばれた5名が店舗でバトルをするといういかついイベントです。店舗同士ですね、バトルになります。で、そのメンバーに僕ら4人プラス、レンさんという、ガチすぎだろ。ユダシル本店の最強メンバーって言っていいかな。はい、を揃えて、ユダシル本店の代表としてね、今から戦ってきますんでね。初出場の夏希くん、どうですか、意気込みは。ユダシル本店、毎回ナンバーワン取ってる、本店の代表に選ばれて、さらにみんな上の役職の方がいるので、足を引っ張らないように頑張ります。めちゃめちゃ緊張緊張がある。僕も言うて初めてなんですよ。はい、そっか。そう、バトル系のイベントもね、僕そんなに出てきたことない、出たことないんですよ。昨日は、あんま寝れなかったっす。かわいい、かわいい、かわいい。そっか。俺も実は言うと初めてです。あ、そうなんだ。俺も初めて。みんな初めて。個人もない。あ、そういうイベントは初めてです、はい、なのでちょっとね、やれることをやるだけなんで、ミカドレンからすごいね、圧をすごいいっぱいもらってるんでまあやるしかないです、はい、頑張ります。意気込みをお願いします。うーいっす、うーいっす。でももう酔ってます。いやいやいや、気持ち入れてきた。いや、気持ち入れてきて、ファミマでストカンかましてきた。やば、ストカンかましてきた。ストローでちゃんと。実際去年も出させてもらって、冬月モンスター4位、ユグドラスルモンスター1位ってやってきたんで、やっぱワンツースリーには絶対に入りたいと思ってます。はい、応援よろしく。はい、潰れないようにだけ始まる。もう潰れたんです。ちょうど潰れた元も。せーので、よいしょこの素敵なグループ、本日1本目ありがとうございます。イエイ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 、さあさあ、ファンにイエイイエイイエイ、ありがとうございます。イエイイエイ、頑張ります。え、なんか話すんでしたっけ、このままの流れ。イエイイエイ、スイングした方がいい。ちょっと待って、無理すごいな、しょっぱなドライバーが入りました。この酒言葉のごとくね、破滅、姫は永遠に不滅ってことで楽しんでいきましょう。よいしょ、ダグン、ニュー君と仲いい。賞金130万相当、PR コレクション一発。おとやの言葉みたいなないの。言葉ですか。なんか、どうしよう。なるでしょ、それ。これだけ、この卵はなかなか難産なんですけど、難産だったんちゃんと産んでくれますから、さすがです。ありがとう、ゆる入ってきた。ありがとうございます。それではシグネーションボールプレイ、7、3、2、1。ありがとう、嬉しい。姫最高です。ヒエ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 おしゅえ。ユグドラシル本店がナンバーワンです。人と会ってる時以外、姫がご飯食べれなかった。それを食べて、シャンパン入れてくれました。ありがとうございます。ありがとう、乾杯。イエイ、イエイ、サツサーネエレジェイ。おい、何か。いや、どうじゃ、こんな入れたら初めてですね。いやー、やっぱりすごいよかった。なんかすごい見てた、安心感もあります。ありがとう、モンスターといえばこれでしょ。卵は始まりの象徴で、大事に温めればここから最強が生まれてくるんで、はい、僕は信じてます。おしえ、よろしくお願いします。めちゃめちゃ笑ってます。あざす。シャーケン130万相当、いいですか。バカーン、イエーイ。かわいい、動画生まれた。すごい、ありがとうございます。嬉しい、かわいいよね、このね。
えいえい、かわいいね。どうします？卵生まれちゃいましたね。俺の顔面だけで、顔面だけで 3分ぐらい持たせとく。全然持つ。全然持つ。全然持つ。集計だ。コスメコお笑い担当は、ゆうきやき。君の人にカンパニーにしよう。この後、最近ですよ。よいしょ。あ、最悪だ。入ってない。入ってない。いっちゃ悪いな。薄めくに。はい、金取るとしなさい。やめてよ。乾杯。やだな。どこで使う。店舗ナンバーワンに近づいたんじゃないですか。月の裏側に。すげえ、これこれ。いいでしょ。すごい。あら、かわいい。意外とすごかった。の店長に値段を聞いただけなんですけど、なんか発注してくれてたみたいで、このままだと店長買い取りになっちゃうみたいな、かわいそうだったんで、じゃあこれ入れようって言ったら、いいよって言ってくれました。最高です。ありがとう。では、隣店、そして、ロジャロで合わせて賞金135万です。いいです。輝きが眩しい。イエイ。嬉しい。イエイイエイ。キラキラです。イエイイエイ。キラキラデコトラ、ありがとう。さあ行きます。イベントは元気になってください。サンサーリリーシティー。よいしょー。嬉しい。イエイ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。バイクだけ。ここ、どうやって開けなきゃ、これ。ロジャープラチナ。うおー、すごい。ありがとう。嬉しい。あー、ほんとだ。すごい。すごい。ルイ13歳、ありがとう、入れてくれて。ありがとうございます。すごいね。すごい綺麗だな。ありがとう。念願のルイだったんで、マジで入れてもらえてる。次はリシャール入れてもらえるぐらい、俺もなんか姫にいい男になったなって思われるようにこれから頑張ります。その子の箱初めて。あらす。イエイ。ありがとうございます。すげえ。よっしゃー。お姫のおかげで多分これ2位です。ありがとうございます。会場2位。本当に全然3位。かっこいいよ。よっしゃー。これが姫がやってくれたら。これかっこいい。これかっこいいよ。アナス。めっちゃかっこいいよ。めっちゃいい。アナスお姫。アナス。アナス。イエイ。イエイな。イエイ。イエイじゃないけど俺はあんま。俺はあんまイエイじゃないけどイエイ。イエイ。これぐらいでいいから、まあ、10位には、まあ、入れたら嬉しいです。好きな男のほくろも舐めます。で、まあ、ゆぐだらけ音程が多分1位ね。多分、まあ、レンがやってくれると思うんで、もう勝負やね。やばくね、これ。ほくろ盛るかイエイ。スカート発売でいただきました。300万円です。ありがとうございます。でも僕が発売で好きなのを知ってて戻ってくれたっていう感じです。まあ、かわいいです やっぱこんなもんじゃねえぞ、甘月ゆりはと。今後ね、見せていきたいんで、やっぱ、はい、
まだね、1番取れないっていうのがね、あの僕にとってはね、いいことなんじゃないかなと思います。僕のが官房さんって全然売れてない頃からの、お店なんですよ、このお店は。あのクリスタルをね、最初一つずつ集めていこうかなと思ったんですけど、もう全コンプリートしちゃいました。これは業者側にお願いします。業者さん、もっと新しいクリスタル増やしてください。今日はありがとうございました。イエスイエスイエスはい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 。僕はね、まあ、ヘルプっていう形でね、今日参加させていただいたんですけど、こういう風に背中を見せる先輩が近くにいると、僕もやっぱ頑張らないといけないなっていう風に思わされるし、目の前でね、こういう景色を見れたのが僕はあまり感謝してるんで、はい、逆に僕はね、出場する側に、近々ね、なれるように僕も頑張っていくので、お姫も、ゆうさんもこれからもよろしくお願いします。よいしょ。はい、まずはね、本当にゆうりおめでとうございます。姫、ありがとうございます。ゆうりにも負けてほしくなくて、まあ、僕には仕方ないでもその中で、ゆうりは、でも結局しっかりね、結果を持ってきてくれて、まあ、ゆうり、本当に大変だったかもしれないけど、ガツキに煽られ、ゆうり、ぶち切れ俺が、その時に舐められたお前が悪いって言って、はい、ゆうりはこの人から努力してきたし、それでね、しっかりこう結果を持ってきてくれたことが俺は本当に嬉しいんで、改めてゆうりにはこれからも期待していくし、成長させます。なんでね、これからも姫がしっかり支えて、ゆうりしっかりナンバーワンになってください。今日はおめでとうございます。よいしょ。イエスマジスーパー。その中でね、今日に向けてすごいいっぱいストレスとか、姫もですけど、僕も10回やって、もう本当にとんでもなかったんですけど、まあ、本当に全部やりきって、店のことから個人から、もし負けてもめっちゃ頑張ったし、本当にやりきったから、成長できたから、まあ、実際実質勝ちかなって本当に思ってたんですけど、まあ、改めて結果としてもね、本当に1番取れて本当に嬉しいです。本当に姫、ありがとうございます。いつも自分は勝ったって言ってるんですけど、本当にすごいで、ちゃんと自分のことを認めて自信つけてください。僕も自分の結果で一つ一つ重ねて自分のことを自信つけたんで、全員が全力でやってくれたから、やらせたからこそみんな結果になったし、多分すごく成長したなってこの2ヶ月ですごい感じるんで、これからも成長してもらって、店としても僕抜きで勝っててほしいなって思うので、はい、ゆうらしても勝って本当に嬉しいです。みんなよく頑張りました。今日もありがとうございます。よいしょ。イエーイ。怖い怖い正解、はい、どうもありがとうございます。このシャンパンどうなるか知ってますか？ミカドレンは持って帰って自分家のお風呂で入浴してます。理由はこちらでございます。冗談でございます。で、ナンバーおめでとう。ありがとうございます。はい、1番を取り続ける大変さ。なんか適当に振ってくれたら、ユグドラシルも今月店舗ナンバーワンを取ると、なんと2年連続 V24 になります。うわー、何とどう競えばいいんだっていう気持ちで、毎日毎日、毎年突然虚無に襲われる時があって、そんな中でも結果サボらず、ね、定期的に嫌なツイートしてもそれでも仕事はサボらず、ね、自分のやるべきこととき ちんと向き合ってきたからこそ、こうして何があっても売れない自分の結果を貫き続けられるのかなと思います。はい、背中を見せ続けること、走り続けること、その背中なんかを見つけてほしい。来年のレーンは背中を見せることが、走り続けることはもっと早く、もっと遠くまで行けるでしょう。でも、もっと違うレーンを見つけてほしいなと思います。ね、ホストとして、そして人間として、もっと強く成長してくれるレーンを楽しみにしてます。おめでとう。ガンリスーマー！ガンリスー！冬月一、いや、日本一のモンスターは、ミカドレンデー！ナンバーワン！
ったナンバー3の発表からいきますか。1100万オーバー、こんながいる、こんながおるんですよ。浜月ゆうりくん、イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ナンバー2、4600万オーバー、おお、ね、浮世丸、イエーイ。え、なんか4600万で2位ってどうなってんの。すごいな。第1位その浮世丸を超えて、え、4600万より6600万、ビガゴリン君、すごい、すごい、すごすぎる。1年後に実際やっぱ0を超える人が出てきてほしいよね。それはね、確かに、うん、でもね、なんかバースデーで1億売ってますか。確かに、あ、そうか、最近1億売った後にこれだから、すごいね、なんか6000打ってもこうやってプレッシャーかけられるのね、植え付きグループって。でもそう考えたらなんか言えるわ、ゆうり、頑張るよ、もちろん。そして1位の店舗は、もちろん、ゆうとはし、1億円オーバーということで、バンデーで、儲かってんな。お金かかるんですよ、この店。来年の植え付きモンスターズも楽しみにしてください。今回、トップシードのみんな、おめでとうございます。ありがとうございます。